はい、皆さんこんにちは。4月2日金曜日、午後5時11分です。また昨日に続いてですね、ウミネコたちは岩場にいるようなんですよね。ここから見る感じではそんな感じです。海にいるのと岩場にいると。岩場といっても卵を産む方じゃありませんよ。本当の波に現れるような岩の方にいるみたいなんですよね。それともちょっとだけこっちに来てんのかな。少しは。どうしてそういうことになってるのかさっぱり自分には分かりませんが、今日もジョギングついでに撮影していきたいなと思います。うわ、ちょっと見てください。あっちの方にウミネコの巨大な鳥山ができてますね。鳥が、海の上にいることをそう言うんですけど、お、昨日よりはこっち側に来てます。ウミネコの鳥山もありつつ、しかし多くはこちら側に、こちら側のその自分たちが巣を作ろうかなと思っている場所に集結してきています。あ、昨日とはえらい違いますね。様子をことにしています。そう、なぜ日によってこんなに違うのか。一昨日はこっちにいて、昨日は海にいて、今日はこちらにいます。まるで、まるで何かを測っているのか、こうこちらを伺っているのか、とにかく日によって海にいたものがこっちへ行き、また海へ行き、またこちらへ戻るということを繰り返しています。まだこの陸地が本当に安全かどうか警戒しながら見定めているってところなんですかね。もしもこう例えばこの営装地に大きな変化、人間がこう何かね入り込むとか、大きな外敵になる動物がね入り込むとか、そういうことがあったりしたら、よそへ移ったりしちゃうのかな。まあ、これはよその島の話ですけど、礼文島だったかな。すごく大きな、こう、営装地があったんだけど、そこから鳥が飛んでいなくなってしまったという話を聞きました。何かの開発で。そういうことがあると、やっぱ逃げてしまうんですかね。不思議です。それの今の、このウミネコたちの状態が場所を見定めているのかもしれませんね。本当に安全かどうか、集団で営業して良いかどうか、まあ今この場所が試されているといったところでしょうか。なかなか不思議な光景ですね。あとでイタドリが伸びるともう全体が取れなくなっちゃいますので、今のうちに全部取っておきました。ここはあんまり立ち入りすぎない方がいいかな。あまり向こう行っちゃうとね、この警戒心が強まりすぎて、映像を諦めてしまうような海猫が出てきたらいけませんので、私もそれは本意ではありませんので。おっと、カラスが飛び立ったな。カラスは天敵です。彼らの卵をかっぱらう目的で愛しておりますので、常に警戒しているんじゃないかなと思いますけど、まだ卵を産んでる様子は全然ないですね。それはそうですよね。
昨日はあっちの山にいたぐらいですから、山じゃない、海ですね、海にいたぐらいですから。おや、ただ卵を産んでませんね。卵を産むとね、もう何が何でもどきませんから。まだ産んでないですね。まだ時期じゃないですね。ごめんごめん、驚かしちゃったな。少し離れましょう。もうこっちのね、道路の方だったらたくさん車が通るんで、ウミネコたちもびくともしません。去年の動画でもお伝えしましたが、これが産んだあとヒナがいるぐらいの状況になると人の頭を蹴ってきますからね。親鳥は本当に我が子を守るために必死です。そういう映像も去年お届けできたかなと思いますが、今年も、まあこのままいけばその状況を撮ることができるんじゃないかなと思いますね。人間としてこの生と死の狭間を共に経験し、そして撮影することができる、非常に楽しいことだなと思ってます。はい、それにしてもね、またこんな鳥たちの様子を見ながら話すのもなんですけども、まん延防止措置法、措置かマンボウですね、早くして適用されましたね、大阪や宮城に。私の娘が去年生まれたばかりの孫とともに兵庫に住んでますんでね、心配でしょうがないですよ。兵庫にも適用されて、なんとそこでの変異株の人が、全体の 80% 兵庫はちゃんと調べてるんですよね、いるっていうことで、日本でもほとんど変異株に置き換わったっていうことで、その変異株は子供にも移りやすいということで大変心配してます。ちょっと怖いです、私としてもですね。かなりネガティブな想像もしてしまうんですけど、なかなかね、政府の方が有効な対策を打ち出せないまま、緊急事態宣言も、うわ、遠くの方に鳥山ありますね、すごい。あれがみんなこっち来ちゃったらどういうことになるんだろう。ウミネコの鳥山です、間違いないです、真っ白なんで。そうそう、どこまで話しましたっけ。あっちにもすごい巨大な鳥山があります。うわ、鳥山だらけだ、ここは。はい、1、2、3、4つかな、の辺に集団がありますね。すごい数だ、これ何羽いるんだろう。とにかくマンボウが適用されて少しは、感染が収まることを期待したいんですけど、どうもそのこちらの期待とは裏腹に、厚生労働省の人がね、飲み会したかと思ったら今度は内閣の首相官邸の方でも飲み会やってたっていうんで、飲み会なんでしょうか、会食なんでしょうか、とにかく集まってやってたっていうことで、なんでこう下っ端の我々が自粛したり遠慮したりしてる時に彼らは全くそうしないんでしょうか。不思議で不思議でしょうがありません。どうしてこんなことになってるんでしょうか。もう本当に理解に苦しみます。もうちょっと国民目線で物事を考えてもらいたいなって思うけど、
そもそもそういう目線とか発想とかってひょっとしたら、うん、上の方の人にはないのかな。ちょっと残念ですよね、我が国日本。こんなまた調子で天売島から発言させてもらってますけど、本当に自分がいつね、自分自身がかかるかも分かりませんから、はあ、重症化リスクあるんで、本当に我がこととして考えて感染症対策はしていきたいと思ってますよ。まあ基本的にはあまり手売り島から出てないわけですけど、それでも普段は仕事をするときはマスクをし、消毒や手洗いをこまめにするということをやってますから、ぜひぜひお偉い人たちにも、で国の中枢に座っている人たちにはそれぐらいのことはしてもらいたいもんですね。上に上がってきてからの方がよく見えますね、鳥山が。あそこに巨大な鳥山が皆さんにもはっきり見えるかと思います。耳を澄ますとここまでウミネコの鳴き声が聞こえてきますね。すごいあっちこっちにウミネコの鳥山ができてますね。だけど黒いやつも存在するんですよね。黒いのはひょっとしたらウミネコじゃないかもしれないです。はい。わあ、一斉に飛び立った。すごい。見てください、あそこのところですけど。何かに驚いて飛び立ったんだな。一斉ですよ。すごい声だな。天売島の海と山にウミネコの声がこだましてます。じゃあ今日はこの後また日が暮れて真っ暗になってしまいますので、ここでお別れをしておきたいと思います。まあ一応のお別れということで、今日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画で鳥たちとともにお会いいたしましょう。ジョギングバカでした。上がってきました。日没前になんとか宇都の団地までやってくることができました。今年の宇都団地の様子です。まだひな鳥が生まれてこない段階の、イタドリが全然伸びていない段階での宇都団地の様子になってます。こんなにねじっくり見てもらうこともあんまりないでしょうから、今のうちに見てもらった方がいいのかなと思います。だいぶ宇都によって新たに掘り返されたような跡が、ああいうところに周りに新しい土が見えてますけど、これはみんな宇都が掘り返した跡でございます。彼らが一生懸命新居を子供が見える状況に持ってってるのかなと。ただこういうところにまで掘っちゃうんですよね。人間が残したわずかな土の隙間にもね掘っていってしまって、これがまた雨などが降るとですね、そこの部分がすぐ全滅しちゃうので、ちょっとかわいそうなことにもなってはいるんですけどね。白石で言いましたね。これを見ていただけるのが非常に穴の様子がどんな感じになってるのか、ちょっとカメラを近くに持ってってみましょう。まあ、糞があるぐらいですから、ひょっとしたらいるのかも分かりませんけどね。中まで入れるような愚かなことは避けたいと思います。
こんな穴が何万個とあるわけです。おっと、羽毛が散らばっているところを見るとこんな感じで、いますね、間違いなく。ここらには、巣穴にいるとね、いっぱいいるはずです。今は戻ってきて卵を抱いてるかどうかは素人は私は分かりませんが、そろそろもう子育てが始まっているはずです。はい。それでは遠くにウミネコたちの声を聞きながら本当にお別れです。ごきげんよう、さようなら。